子供は見ちゃ絶対ダメ。スーパーハイレグ女子天津いちはのいちはす TV。 はい、こんばんは。スーパーハイレグ女子の天津いちはです。はい、今日も R18 子供は見ちゃダメ憧れの AV シチュエーションです。これはね、まあ、前回もなんですけれども、あの私そこまで AV たくさん見たことあるわけじゃないんですけど、まあね、簡単に AV 見ます。やっぱり勉強になるところも多いなって思っているので、ね、見ます。だからこそ皆さんに私の趣味嗜好てか有名どころを言うから、もっともっといろんなものを教えてほしい。だからコメントであなたの好きなシチュエーションを教えてください。ということでですね、まあこんな下ネタ、ど下ネタなんできっと刺激もつかないし、あの子供は見ちゃダメです。はい、大人の皆さんぜひご意見ください。よろしくお願いします。ということで、私の大好きな AV のシチュエーション参戦です。はい。ということで、第3位はマジックミラー号です。いやもうね、これとりあえずマジックミラー号っていう単語を覚えてすごい嬉しいっていうのもあります。有名ですよね。なんかウィキペディアにもありました。マジックミラー号とはソフトオンデマンドが制作したアダルトビデオ撮影用の移動スタジオです。 NN5 と表記される場合もあります。2016年10月発売よりディープスからリリースされている顔出しマジックミラー号シリーズは、ザ・マジックミラー、マジックミラー瓶へ名前が変更されています。はい、ということでね、トラック、これ三菱ふつ造製のキャンペーンベースキャンピングカーを改造したものだそうです。何これ、荷台が一面マジックミラーになっていて、外から見るとただの壁にしか見えないんですけど、中から見ると外が丸見えになっていて、そこで脱ぐかなそこで脱ぐことがあったかも路上で脱いでいるかのように見えます。そのためナンパしてきた素人の女性がただ脱がすこと以上に恥じらいを演出できるというものです。はい、いっぱいありますよね、マジックミラー号、の作品なんかいっぱいあるなって思っていて、有名なんだなっていうので知りました。はい、そしてまあ有名どころだから3位にしました。はい、次第2位。第2位はね、これただの企画、第2位はただの企画ものなんですけど、私立パコパコ女子大学私立パコパコ女子大学です。これなんかキャンプ、軽トラにテントが乗ってて、そこで女子大学生と、まあそういう、なんて言うんだろう、これ解説がねなかったんですよね。でも大学にトラックが来てテントの中でまあ成功するっていうものなんですけども、あのめっちゃわけわかんなくない？いや一番わけわかんないなって思った、私が見たことある中でいや意味わからんって思ったんだけど、やっぱり女子大生っぽい女の子が出てくるからやっぱ可愛いんですよ。だから、まあ、すごい面白いなって個人的に、女子大に軽トラで行ってその大学の中で成功するっていう、可愛い女子大生と成功するっていうシチュエーションなんですけど、まあ面白いなっていうので、まあ第2位にさせていただきました。はい。もうね。はい、次、そして第1位は例のプールです。はい、ちなみになぜこれを1位にしたかっていうと、私も行ったことがあるんです。わーい。
コスプレイヤーやってて良かったなって思うことの一つで、例のプールに撮影に行かせていただいたことがあります。とても綺麗なスタジオで、花園スタジオさんっていう新宿御苑なんですけど、これ言っていいのかな、まあ、でも普通に住所出てくるからいいんだよね。新宿御苑にあるスタジオさんで、すごい中はねバーとかもあって、あのカジノ風になっているあの撮影スタジオ部分、なんか撮影スタジオの中の一部なのでね、いろんな、バーっぽいところや、リビングみたいなところやシャンデリアがあったり、カジノっぽいところがあったり、お部屋も普通にあってね、でシャワーもあってプールもあってっていう、すごく綺麗なスタジオ、すごく綺麗なスタジオさんでした。ちょっと編集できたらちょっと写真でもね、写真こんな感じです、つけておきます、つけれたらつけよう。で、やっぱりアダルトビデオ作品の中ですごくよく使われているっていうので、とても有名なプールだそうです。私もね、見て、実はね、本当スタジオに行った方が私は先だったんですよ。スタジオに行ったことが先で、でもみんなすごいすごいすごいって写真撮ってて、何のことだろうって思って、後で、X ビデオとかで調べたら、こんなにたくさんあるじゃないですかってなって、すごく感動しましたね。なので、もうね、これはね、私の気持ちの第1位でーす。はい。ということで、今日、テーマはこれ、今日の動画は終わり。それでは復習していきたいと思います。これさ、女の子の憧れシチュエーション、今日のテーマは女の子の憧れ AV シチュエーション参戦です。はい、というより、これはね、今日のテーマは、女子の憧れ AV シチュエーション参戦ってしたんですけど、完全に私の憧れシチュエーション参戦でした。はい。ということで、3選は、3位はマジックミラー号、2位は私立パコパコ女子学園、1位は例のプールでした。むしろ言うならね、これぐらいしかあんまり企画もの知らなくて、なんで、むしろあなたのおすすめの企画を教えてください。それ、ちょっと見て勉強します。はい。はい、もうね、子供禁制ですからね、今日はね。はい。以上です。この動画最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。チャンネル登録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 